始まりました、横山教授のフォークカフェ8ね、皆様のおかげでね、8回も8ってね、なんか普通8、8ってなんか、ね、8みたいなのね。行け行け8、ミツバチ8、そうてないな、その頃生まれてへんな。蜂の武蔵は死んだのさ、これは知ってるやろね。知らん知らん、ね、生まれてない、生まれてないか。はい、そういうことでね、今回も始まりました、和歌山市は狐島ルルホールよりお送りします。皆さん最後までよろしくお願いします。横山教授こと京山でございます。イエイ、はい、イエイ、ね、はい、そういうことでね、今回も始まりました。もしもし、私はもうなんかいつも忘れられんのよ、もう忘れるんよね、もうね、はい、それではどうぞ。はい、デブリンことデブラトモフミです、よろしくお願いいたします。ね、はい、ね、まあ、あの最近ね、風邪流行ってるけど大丈夫？覚えてないですよ、前回ボロボロで、あの風邪ひいてえらいことでボロボロやったんかな。そうなんですよ、なんかね、僕ね、ちょっとね、なんかね、タイミングずれて風邪ひいたりしてね、みんなひいてない時にひいたりするんですよ。みんなひいてない時にな。京山は今年になってね、もう2回、2回も点滴ばっかり打ちに行ってんの。あら、喉がやられてね、熱出るしね、もう大変。でもあれですね、今年というか今回の冬はなんか喉からあまり熱はそんなに出えへん、でもなんか喉からの風邪とかもすごい流行ってる、ね、そうですよね。まだこのインフルエンザまだちょっとね流行ってますからね、気をつけないと。それがまだかかってないのでね、はいはいはい、いいんやけども、まあ、僕かかったらね、もう一番にもうデブリンにプレゼントしますんでね。いや、そんなもう、ぜひともいただいてください。いや、ほんと頭の中蝶々いっぱい飛ぶわ。蝶々蝶々蝶々あの葉に止まれ。まあそれはええとしてね、あのそれよりなんか、ここ最近なんか京山なんかね、で、なんか楽しかった。今できもんって言いかけたんですよ。できもん、あ、できもんったらまあこれよ。それはええとして、なんかすごく良かった、なんかラッキーやったこととかなんかないですか？ラッキーやったことね。この間ね、もう僕の師匠がね、和歌山に来て、行くとって電話くれてね。誰も信じてないけど、はあ、ね、行ってきましたよ。あ、そうですか。よかったね。もうね、皆さんね、行かれて出してまいったらブルバルバルバルね。あ、なるほど。僕もね、でもラッキーとか全然ないけどね、また1月にね、今日の九州の黒川温泉行ってきました。長いこと行ってましたね。そうです、もうね、やっぱり行ったらね、やっぱり行ったら向こうの、ね、方すごく温かくね、友達みたいに対応してくれてね、帰ってきてんのかな、そう、あの ね正直言って帰りたないかなとこぐらいで、でもほんまにね、でも本当にあのね、向こうの方もね、本当にまだちょっとね、2年半前にちょっと大きな地震があって、ああ、そうですよね、熊本の方、すごくまだやっぱり爪痕はだいぶ残ってるんですよ。でも皆さんに明るく、すごく自分たちが動かんとっていうことでね、すごく僕自身もすごく何か観光の復興でなんかできたらと思ったんですけどね、なんか逆に僕の方がなんかパワーとエネルギーなんか、いただきまして、もう写真いっぱい見ましたからね。そうですね、もうお風呂ね、もうね、もうお風呂も満喫してこんなにね綺麗になったと思ったんですけどね、もうねすでにねちょっとねシワシワになってきて、シュワシュワやね。そうなんです。そうそう。で僕も今日はね、病院行ってきましたね。健康診断。健康診断。胃カメラ。なんか風邪の噂でさ、母親に聞きました。あ、そっか。はい。それでね、胃カメラ、飲む前にさっき問診みたいなあってね、その時にその看護婦さんがね。横山さん、麻酔なしでいきましょうか、喉だけのあれでいきましょうか、
それおすすめですって言うんです、うん、おすすめってどういうことほんまにおすすめです、うん、これもし見てたらねあなたあなたですよ言ったのはね、うん、おすすめです。いやでも僕はあの毎回あの麻酔ねやってもらうんで寝てた方が楽で、もうそれでやってくださいよって言うて、うん、ほんで飲む時にね飲む部屋行きますよね、うん、だ女の先生ばっかりで4人おったんですけどね、うん、今日はあの皆さん麻酔なしでやってるんですかって聞いたら、うん、いやみんな麻酔やってますよ。何がおすすめやねん。僕ね6分遅れたのよ朝、うん、その6分でねちょっと不機嫌になってね看護婦さんが、はあ、うんうん、ほんであなたのおかげでずれてくるから麻酔なしでしなさいみたいな感じでね。あそれ結局麻酔なしでやって いやいややりました。あやりました、うん、あでもなんかおすすめでなんかあれですね、うん、今日のおすすめメニューみたいななんかね、おなんかお医者さんではあんまりねそんなおすすめら聞かないですよね。いやところがどっこいね、うん、僕の言ってるとこがあのランチ入れるんですよね。終わった後ランチを食べさせてくれるんですよ。へえ。で前回向いた時に A、B、C ってありまして、うん、好きなのを選んでくださいよって、うん、って言うて僕6分遅れたでしょ、うん、6分遅れて行ったらねもうみんなにじゃああの中華料理で決まりですねって言うてんのよ、はあ、あ僕は後で聞いてくれるんやなと思ったら、はあ、そのまま中華料理おすすめやね。あおすすめです ね, ね、うん、はい、まあそういうことでね、まあそんなんで今日も頑張りたいと思いますが、ね、そうですね、ええ、でまだねコマーシャルの方をね、はい、そろそろやっとかないと、はい、もう、ねね、はい、コマーシャルさせていただきたいと思います。はい、今度は、はい、デムランド音楽祭、はい、その2でございます。はい、もう近づいてまいりました、うん、今度平成31年、はいはい、3月3日日曜日に開催させていただきます。場所の方は、ね、T ラボでございます。はい、T ラボの方で会場10時半開演11時で、はい、今回、13組のミュージシャンの方がご出演くださいます。13組ですって、はい、名前言うてもいい？あどうぞ飛ばしてください。はい、はい、はい、ご出演の方、はい、アイラさん、そして岩橋秀樹さん、そしてオレンジソウルコネクション、アイラ、あ、アイラさん言いましたジェットトーンズさん、そしてスパイシーハニーミルクさん、そして宝子さん、寺町ストリートバンド、天の羊さん、デムマール、マイクさん、そして村山健二さん、森子マール、横山教授ウィズ京やんバンドと。ああ、僕も出るんや。そうなんです、ね、はい、はい、ね、こちらあの前売り、1500円でチケットの方ただいま発売中でございます。ワンドリンク付きです。今日は持ってきてるんでね、よかったらね帰りねぜひ買っててちょうだいよ、ね、ぜひぜひ、はい、ね、出店の方は庭のパン屋さん、はい、手ごねの手作りのパン焼きたての、出店してくださるのと、あと T ラボの方ではちょっと自主製品ちょっとまだ今は内緒でございますが、うん、ひょっとしたらなんか、うん、はい、とっておきのものを出店するというはい、はい、はい、皆さんぜひご来場お待ちいたしております。もう一つ、もう一つおまけに、はい、やこれね、はい、続きましてその1週間後です。3月10日今度あの、私サポートさせていただいておりますピュアハートが、地域イベント、平成31年初の出演となります、第12回和歌山市社協祭り、こちらは、和歌山市 II センターの方で、開催となりまして、ピュアハート&横山教授 with 京やんバンド、また出るんや。で売れっ子はつらいね。いやいや、ですぎやろ。はいはい、はい、こちらですね、今年ちょっと時間がね今までと変わりまして、今回は朝の11時から11時20分の間で、出演の方させていただきます、はいはいはい、こちらは入場無料となっておりますのでお時間のある方というかもうぜひね見に来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう何回出てる？ね、今回でね確か8回目になりますね。あ、一緒やな、今日は8回目、はい、ね
一緒やん。ねえ、ね、もう八、はい、っていうとね、末ひあの末広がりの八でなんか演技がいいってね、うん、いうふうに聞いたことがあります。なるほど。はい、ね、またね、よかったら来てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございます。デムリンの告知コーナーでございました。はい、イエイ。イエイ、はい、ありがとうございます。はい、それではね、はい、歌の方、ね、そうですね。いつもねこの辺に時計あるんですけどね、はい、今日はないなと思って、はい、え、どこどこどこ？あるんですけどね、うん、まあそ、まあ、それより今日はいい、あれ下に置いてください。あ、下に置くの？それそれここ置いてください。はいはいはい、ありがとうございます。これで安心です。そういうのは最初にきちんと やっとかんとあかんのです。そうそう、はい、本当そうやね、はい、ということで私は一旦下がりますので、京やんの、はいはい、ステージ、ね、お楽しみください。はい、はい、どうもありがとうございます。デムリンでした、ね、はい、まあ、この間ね南光作さんが和歌山に来てね、もうすごく乗っていらっしゃいましてね、だから今日は南光作さんの曲をあえて持ってきたんですけど、ノリのあんまり良くない曲をやりたいと思います。私の歌を心をさすらうだけが人生よと一人旅立てばなんて激しい激しいこの雨へ ああ私の歌よあなたのお旅の慰めとなれ。ああ私の歌よ あなたの暮らしの あなたの旅立ちの私の歌よあなたの
私の私の友となれ。どうもありがとうございます。久しぶりにね、私の歌って曲をね聴いていただきました。続いてね、これも久しぶりです。僕は旅を抱いて眠るようになった。君は寂しさと話すようになった。いつも見送ってばかりいた。手入れ手を振るんだね、旅立ちを寂しくさせるんだね。また冬だよ、もう一年経つね。思い出にしてしまえるさ。早く結婚してくれると気が楽さて言うと、それきり君は話さないようになった。いつか僕でない他の男と暮らし始めるんだね。寝床温め合うんだね。また冬だよ、もう一年経つね。思い出にしてしまえるさ。僕は風を連れて歩くようになった。君は夜と馴染むようになった。まだ一人でいるなんて言って、ワインを飲むんだね、街に住むんだね。また冬だよ、もう一年
経つね。思い出にしてしまえるさ。どうもありがとうございます。思い出にしてしまえるさって歌をね、久しぶりに歌ってみましたけども、今日もね素敵なゲストが来ております。ね、スパイシーハニーミルクの皆さんです。はい、どうぞ。ハニーハニーハニーちゃん、ね、はい、どうぞ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 。デムリン、はい、ね、すごいね。はい、いつもは5人のメンバーですよね。そうです、5人の女性でやってます、ね。はい、いいですね、はい、女性5人の組っていうのはね。はい、はい、じゃあデモリン、はい、デモリンよろしくお願いします。はい、スパイシーハニーミルクさん、今日はスパイシーハニーミルク少なめのメンバーですかね。はい、あの厳選されたメンバーで。あ、厳選、はい、あ、そうですね、はい、ね、またね、いつか今度ね、フルメンバーでもまたご出演いただけたらとか思いますけどね。はい、ね、あのスパイシーハニーミルク、デムリンが知っているコーナーでございまして、はい、スパイシーハニーミルクさん、はい、ね、いやな、なんかあのですね、スパイシーハニーミルクさんはもともと僕知り合った時はね、井出吉ウィズスパイシーホットミルクだったんですよね。あ、そうです、はいはい、ね、はい、私の記憶では2003年に結成。はい、すごいですね。ね、だからメンバーより知ってる。あのそうやったんやと思いました。もう今年で、まあ、約16年目に入ってるんですね。え、いやいや、そんなにやってないと思うんですけど。あ、でも2人からやったら、あ、16年、嘘。そうです、老舗なんですよ、老舗。そうだったんですね。そうです、あ、はい、そして、2013年ですね、これからもずっとというね、あのオリジナルアルバム12月ですよね、あのリリースされまして、それを機になぜか、ユニット名改名されまして、スパイシーハニーミルクっていう名前にね変わって、なぜか知らないけど井出吉っていう名前が吸収されちゃったんですよね。混ぜてって言ったんです、ね、バンドに混ぜてちょうだいって言ったんで、井出吉ウィズからバンドのメンバーに入れてもらえたんですね。それで今ね、もう皆さんからもうスパミルスパミルとか言ってね、もうスパイシーハニーミルクということで、はい、すごく今も和歌山では有名で、もう関西でも珍しいんですよね、あの女性ばかりのバンドっていうのは。どう、そうですか ね、うん、はい、ピチピチ取れたての、ギャル版でございますね。はい、一話ね、一話感覚で見ていただいた。はい、そして今日ね、ボーカルギターの井出吉ですけどもね、スカートそろそろもう履かれました。スカートは、うん、どうですかね、かれこれ何年履いてないかな、わからないぐらい履いてないと思います。2018年の目標やから、はい、いやいや、2018年の目標はゆっくり喋るだったんです。あ、はい、今度はぜひこのスカート履いてスパミルで出演とか。あ、絶対お断りします。はい、あとね、ドラム、普段はね、ドラムなんですけど、今日はカホンでね、ご出演くださってますけど、はい、ゆうこちゃん、はい、はい、パンダ博士でございますってね、お帽子もね、いつもだったらね、お客様からね、手作りで作られた夏用と冬用のパンダ帽子があるんですよね。ね、またですね、ゆうこちゃんも白浜のパンダとね、そして上野動物園のパンダ、はい、うん、はい、ちょっとね、いろいろ違いがあるそうなんですよね。ああ、そうですね、ね、これはちょっとマイク持ってはできない。はい、まずは白浜からいきます。いやいや、
上野動物園、はいはい、じゃあ上野動物園から参りますね、はい、上野動物園のパンダはどんなの？はい、続いて、はい、白浜アドベンチャーワールドのパンダはどんなの？違い分かります。ちょっとあの白浜のパンダの方がのんびりとしてるんですかね。そうそうそう、東京はやっぱりちょっとなんていうんですか、澄ましてるんですよ。ちょっとね、ちょっと姿勢は正し気味で、もう白浜はのんびりゆったりしてるので、こんな感じでゆったりーんとしてます。はい、ありがとうございますね、パンダさんもね、ご出産とかで本当お忙しいですよね。そう、年毎年産むんですけどね、毎年お腹は大きくなっていくんですよ。出産のたんびにお腹が大きくなるんですけど、どうしましょうかね。いやいや、パンダの子供ってこんなんやからへらへんへらへん、はい、あとお待たせいたしました、もう一人ね、やっぱりあのスパミルのメンバーには欠かせない、はいはい、甲田久美さん。郷田久美です。はい、今日はちょっと恥ずかしいようで、ね、すいません、心の準備ができてなくて、はい、ちょっと今日はちょっとね、ちょっと恥ずかしそうな郷田久美さんになってますか、はい、ひとみちゃんでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひとみちゃんはね、もうお料理がもう大の得意で、ケーキになんかもういろいろ、僕また5月4日誕生日ですの。そうですか、わかりました。しております。はい、覚えておきます。あ、よろしくお願いします、はい、ということでですね、はい、あとですね、ひとみちゃんはね、ちょっとね、街でね、以前ばったり会ってね、職場の制服でね、はい、なんかね、スカートこんななんかすごく、そうですね、ちょっとこう横幅に取ったんで短くなってしまって、いや横幅でそんなすごくおしゃれ、すごくおしゃれなね、ひとみちゃんと、おしゃれっていうかね、普段もいつもおしゃれなんですよ、はい、ね、そういうすごいひとみちゃんのそういうねところも、はい、もう魅力的なんで、はい、またぜひ、はい、ね、今日も素敵な音楽聴かせてください、はい、よろしくお願いします、はい、すいません、それでは、スパイシーハニーミルクさん、はい、今日は少なめですけども、はい、はい、ぜひ選抜チームです、はい、ね、魅力あふれる音楽をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
すごいですよね。これ全世界の人が見ようと思えば見れるんですよ全世界ですよね。だってね、いいんかないいんですかね。嬉しいね。うん、私双子なんですよ。だからあの双子の片割れとね、間違われたりとかしますかね。かもしれない ねあの本当に双子。いやいやいや、えイリちゃんの双子のお姉ちゃんは別品なあれ、イデちゃんはスガシカオに似てる。ああこれね、本当に似てるんですよ。サングラスだとね、似てるんですけどね。お姉ちゃんはベッピーでも双子なんて、そっくりなんだけどちょっと違う。なんかお姉ちゃんになんか買うてもらおうと思ってんのじゃん。買うてもらう、買うてもらう。買うてもらうと思う。多分買うてくれると思うけど。うんうん。ねえ、これはあのおしゃべりをこう。していくとどんどんドツボにはまっていくタイプになると思うんですけど、これはどういう感じなんですかね。もういやもうでもね、私のしゃべりは多分皆様はそんなに興味はないと思うのでね、まあ曲をいきますか。はい、じゃあ和立ちという曲を。No.
ハニーミルクの皆さんでした。今ねちょうどね僕ちょっとトイレ行くわって言ったらもう終わりです、ね、慌てて飛んできましたけどね、はい、止まったんですか。え大丈夫ですか。ちょっと止めれるんですか。貯めときます。あ貯金ね、はい、まあねせっかくねいつもなんですけどね、はい、セッションをやりたいなと思ってね。よろしくお願いします、デブにも参加してもらいましょうよ。ちょっとこっちへちょっと僕用意しますんでね。あいやいやこチャララララチャララララララ。あのでもあのね以前ねあのデムリンバンドって言ってね井出吉とそして、ひとみちゃんとねであのねハトドンちゃんとであのね一度させていただいて、はい、やりましたね。またでもデムリンバンドまたね第2弾とかもできまたそうですね。まあ今日は京ヤン即席スパミルバンドみたいなねはい、ね、もうぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、はい、それではねちょっとやってみたいと思いますが、先ほど僕ねちょっとノリがちょっとねちょっとテンションが低いような曲をしたんでねちょっとノリの絵のしたいと思います。面影色の空っていうのをやりたいと思います。ちょっとね当たると思いますけども、はい、あ僕もちょっとここら辺に、はい、見えますか。大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、大丈夫ですね、はいはい、じゃあ行きましょう。行きますよ。イエーイ。はい。明日に映った空を
またどこかで一緒にやりましょう。ぜひ。3月3日やね。はい、どうもありがとうございました。いやーよかったね。はい、はい、またね、あの、うん、スパイシーハニーミルクも、うん、あのデムランド音楽祭3月3日出演されますので ね、またスパイシーハニーミルクもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと寄せようかな。あー、なんかね、はい、もうやりきったって感じやね。この曲したらね、もうやりきったって感じでね、この後どうすんのって感じになりますよね。じゃあね、京ヤンバンドというウォーカー、はい、きっちゃん、はい、今日もきっちゃん来てくれております。こんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます。次の曲ですが、天高くって言いましてね、これあの加田の方の、加田恋ちゃうわ、何だった、エビ祭り、春日神社のエビ祭り、いや、あの踊りのね、うん、踊りの、はい、はい、加田恋さんですかね、おでんのよね、加田恋って言うてね、あの踊りのグループというのがあるんですよね、はい、その方がこの曲でいつも踊ってくださってるんですよね、大阪行った時もこの歌でね、はい、この歌をかけて踊ってくれて、はい、まあ僕も依頼をいただいてこの曲作ったんですけども、ライブでは一回も歌ったことがありません。今日はちょっと歌ってみようかなと思ってね、変に緊張しておりますがね。天高くって曲をね、聴いてください。広がる空の下、紀州和歌山からの町、大漁願って跳ね踊る
しまいかな恋おみこし、わっしゃい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 、神の調べか増えたいこ、どんどんひゃららどんどんひゃららどんひゃららどんどんひゃららどんひゃらら、ひらりひらり舞い上がれ、あでやかに同じし見上げりゃ天高く舞う、勇ましき男自身、さつきかすがのエビ祭り、わっしゃい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 、なぎなたかだしてつばらい、外の歩くただの街、東へ西へ北南、みこしかついで練り歩く、わっしゃい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 、神の調べか増えたいこ、どんどんひゃらどんひゃららどんどんひゃらどんひゃらら、ひらりひらり舞い上がれ、あでやかに同じし見上げりゃ天高く舞う、勇ましき男自身、さつき春日のエビ祭り、わっしゃい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 、ひらりひらり舞い上がれ、あでやかに同じし見上げりゃ天高く舞う、勇ましき男自身、かすき春日のエビ祭り、わっしゃい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 、わっしゃい、ありがとうございます。はい、はい、ねえ、僕は間違えました ね、 ね、 最、 初ね、最初にね、掛け声を皆さんにねわっしょいわっしょい、ここでわっしょいわっしょい、ここでどんどんやららどんやらら言ってちょうだいよっていうのにね、いきなり始めちゃいましたね。ね、皆さんも分かりませんよね、掛け声ね、もう次は大丈夫ですよね、もう分かりましたよね。もう次はやってちょうだいよ、じゃあもう一回この曲やりますんで。ねえ、はい、これからちょっとこれ歌っていこうかなと思ったりしてるんでね、はい、覚えてますか、去年の今日和歌山は大雪でございましたね。えまたこの雪がね、降るのかなと思ったら降らない、降るんかい、降らんのかい、降らんのかいやね。ね何を言うてんのでか、ね、声が聞こえましたけども。じゃあ雪ということでね、雪手紙って曲を、うんね、はい、ちょっと指示があったみたいでね、もうちょっと寄れと。大丈夫ですか、はい、このこれ寄ったらね、このコードがねこう足でこうね寄せるんですが、はい、じゃあ行きましょうか、いきなり変な音になってる。OK よ、 OK OK、 わざとわざと久々にするとこんなもんなんですよね。里子のように雪が降ります、さよならの
待ち終わった恋は悲しみの歌唇かすめて溶けて行きましたあなたの手紙はもうありません雪と一緒に燃えましたそれでも最初と最後の手紙凍えた手の中に残りましたがね、ものすごい降ってくるような感じですよね。雪と一緒に燃えましたなんですけどね。どういうあれで燃えたのかね。燃えたって感じなんか、燃えたっていうのかね、わからないね。きっちゃん。はい。何黙ってんの。ね、僕が離れた時はなんか喋りなさいと喋ること忘れましたねえ、もう50回るとね53になったんだっけ。もうすぐなりますね。もうすぐ、もうすぐ、はい、11日、3月の11日、3月の11日震災の日です。 3.11、 はい、一緒一緒いっそいじ、あ、違うな。はい、あ、そうなんや、はい、一緒にお祝いね。ね、これ持ってね、お家へ行ってね。ハッピーバースデーツーユーってやらんと。
え、お祝いしてくれるの違うの自分で自分をお祝いせなあかんのなんか寂しいねそれ今の時代でもそんなんやねえ、そうなん自分で自分でお祝いせんとねなかなか周りは知らんふりですよなかなか鋭いとこつきますねえが一度川の流れを変えてみたいと若く燃えたあの日の歌がどこかで聞こえている賑やか通り抜け聞こえてく若い夢が君のその手に育ち始めたら手拍子なんか入れてくれたらそっと愛を知ったへと沸かしてくれるかい小さな灯火が一つ二つ灯り一人じゃないと知ったその時明日が笑ってる弾ける汗と風の匂いが旅へと誘うから僕らの靴はいつも半分擦り切れているだろう愛したあの人は今どこにいるのだろう いつか君を迎えに行こう 約束はできないけど いつか君を迎えに行こう 約束はできないけどかなる思いって曲をねやってみました、ね、はい、こんな喋ってたらね、はい、もうとっくに時間は過ぎてるえ嘘今日は時間が経つの早いです ねもうね6分も過ぎてるのあれ、ね、まあ3分遅れたし、これで誰かのせいでちょっと遅れたし、ね、あ僕え、いや私の携帯が鳴りました、ね、あそうよね切っとけよじゃあ最後ね、はい、いいですか時間いいですか翼をくださいって曲をね、このライブの最後にしたいと思います、
よかったらね、スパイシーハニーミルクの皆さんもね、一緒に出てきてくださったら嬉しいかなと思います。予定にないことなんですが、デムリンもね、よかったら、はい、デムリン、あ、はい、ね、はい、ね、もう一緒に歌いましょう。私の
どうもありがとうございました。今日のゲストはね、スパイシーハニーミルクの皆さんでした。次回は、今度は4月の11日でしたよね。11日ですかね。なんだこの勢いは、勢いが止まってしまった。10日だったよね。10日、はい、10日、あ、10日です。ああ、10日ね、はい、4月の10、10日になります。またね、皆さんどうぞいらしてください。そしてまたテレビをご覧の皆さん、ぜひともまた来てください。それではどうもありがとうございました。ジャムリー、キッチャー、スパイシーハニーミルクの皆さん、どうもありがとうございました。